まもなく6番線を列車が通過します。移動線までお下がりください。こうやって4、5番線が埋まってるときはですね、もうすぐこの5番が入ってるときが多いんですよね。要するに対線に快速と普通列車、本当はここに入るときが多いんですけども、だいたい貨物が通過するとき6番通ると邪魔なのでこうやって4番に引っ込めるんですね。でも確かこの普通列車が先に発車して西小堺で抜くという、まあようわからんような追い抜きをしますね。さあ、来たのは6号かな。6号が来ました。少ないなぁ。あ、64か。少ないなぁ。呼気107人前飛んでってあげば